ではですね、告知の発表できる範囲でいいので、うんうん、現在やってる作品も含めこれから発表できるようなものがあったら、うん、ぜひここで。ですね、まずは、はい、共演もしているゲットバッカーズ、はい、あ、ゲットバッカーズです、ね、はい、しばらくお休みしてたんですが、マクベスまた出ることになってますので、マクベックスとかでマクベスです。はい、僕は加賀美教授ね、もうね、ホストグラムのやつみたいなね、本当になんか白のダブルのスーツみたいなの着てるんですよ、俺のキャラ。ちょっと面白い。でもね、すごい一番いい美味しいとこ持ってくから、みんなでなんだよずるいよなって話をして、あれなんだよね、ちょっとオリジナルストーリーっぽいんだよね、うん、今度はオリジナルストーリーで、はい、最後を締めるという形になっているので、はい、なるほど、それにちょこちょことこう出させていただくことになりました。現在共演してる作品、はい、ぜひぜひ、はい、それからあとはまだ放映中、まだ放映中って今放映中のカスミ、うん、カスミ、こちら NHK ですね、はい、これは仙太郎さんっていうなんかひょろ長い役と、ね、あと今はモモンガか、メインはモモンガ、うん、白いモモンガのマシロちゃんっていう役と、あとちょっとネギ坊主みたいな頭のなんだっけ、清彦、清彦じゃない、キリヒコだ。信じらんないこの人。すいません、天然でちょっと恥ずかしいです。言っとらないでください。そうね、キリヒコ君っていう役とか、キリヒコ君 ね、あとはね、珍しくゆりちゃんのママとかも結構いろんな役やってるんですよ。あの番組見るだけでも結構面白いですよ。そうそうそう、いろんな役、僕も濡れ雑巾とかっていうの、うん、あといろいろやってる、ちびっこからね、ハメたでボロ雑巾頑張ってくださいってね、はい、すごい間違いが覚えられてボロ雑巾ね、話もございますけど、他は何かございますかね。あとはですね、はい、今テレ東の深夜の水曜の深夜にやっている、はい、でも水曜っていうか木曜なんだけどね、まあ開けてね、ね、開けてね、うん、まあ、詳しい時間帯は調べてください、うん、調べてください、はい、宇宙のステルビアっていう作品で、小田原勝君という結構ね、やっぱ男の子だ、やっててね、すごい楽しいんですよ。どういうキャラなの？バカ、バカ、バカ誰なの、うん、いいね、いいね、すんごいね、ボケキャラで、うん、最近は食いしん坊万歳な感じになってる。え、腹ペコキャラなの？なんか常にライス大盛りでとか。あ、すごい珍しいね、ジャンボパフェ大盛り、大盛りっていうか、そんなの頼んで、そんな作品なの？宇宙のステルビアってジャンボパフェが出てくる、スペース学園のラブコメみたいな、学園ラブコメ、スペース学園ラブコメ、うん、ああっていう感じの、要するに学園ラブコメが宇宙に行ってるんだ。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じね、全く絡まない食い気だけなんだ。そう、本当はいい、美味しいね、本当はすごいね。だから例えば、はい、折笠文子ちゃんがやってるよとか、うん、すごい、はい、お嬢様みたいんで、うんうん、ご飯とかいっぱい作ってくれそうだから、こいつに惚れてもいいだろうと思うのに全然無視だから。あ、もうそれよりも目の前のジャンボパフェなの、ね、ジャンボパフェとか。なるほどね、面白いですね。しょんぼりなんだけどね、でもそれに関しては歌も出てたりなんかして、キャラソン。あ、そうなんだ。上田裕二さんと瀬山明夫さんと私の3人で歌ってたりとかもする。え、その3人はなんかトリオなの？サンバがトリオ。あ、そういう設定なんだ、うん、面白そうだね、歌も楽しそうだね。なんかトランスちょっとかっこいいんですよ。トランス？トランス、トランス。え、ジャンボパフェ食べたいキャラがトランスを歌うの？そうそう、かっこいい。どんな歌？歌詞はどんなの？トランスを流して浴びるのさ、シャワーをみたいな。あ、見てください。ダメです。今のが精一杯です。お伝えできる言葉で。難しいな、宇宙のステルビア。他？あとは、はい、明日のナージャという作品がありましてですね。はいはいはい、それでフランシス・ハーコートという貴族の王子様。また男ですよ、もう王子。もう青い目の金髪のね、白い馬乗ってね、うん、さあ乗り玉みたいなね、王子じゃん、バカな国王みたいなブルマ履いて、白タイツのなんか、むしろ鏡みたいな感じが、白いスーツ着て、スーツ、上下スーツ着て、ビャーってすごい姿勢よく乗ってくるのとかそういうわけじゃない。違う、あ、そうか。そう、なんか王子様もちょっとやってたりなんかも。なるほど、目白押しだね。まだある？そんなもんかな。また遠い親戚の西川がね、なんか今そうですね、頑張って活動中かもしれない。頑張って活動中ですよね、はい、なるほど。え、そんな感じで、あとまだ多分こう言えないのとかあるんだよね。うん、まあ時期になれば、そう、なんか自然の情報が、うん、頑張ってみんなに伝えできるような仕事を取るようにします。はい、あと、あれがあるでしょ。大事なことがあるんですよ。そうなんですよ。そんなんで終わらすなよ。実はですね、初めての、なぜか初めての、はい、
ソロアルバムを出すことになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいよね、本当歌うまいんですよ。本当ね、びっくりしたんですけど、でも本当あのいわゆるちょっと小さい会社からなんですが、いちいち一言多いぞ。いいだから頑張ってるのに。いいじゃんだけど、そう言っといて。いいんだけどね。そっからね、頑張っていこうかなっていう、ね。まあ、まあね。で、うん、その出すことになりましてですね、それが多分10月の22日。あ、ちょっと後だね。なってまして、まだタイトルとかは、ラスタ。ラスタ。ね、どういう意味ですか？光沢の落ち着いた光沢とか輝きとかいう意味。あ、そういう意味なんだ、ラスタって。英語？英語で。あ、そうなんだ。じゃあなんかそのアルバムの雰囲気もそういう感じで。そうですね。デジタルロックかっていう感じ。なるほどね。デジロック。そんな感じの曲をメインにこうやってて。10月の26日にですね、もうちょっと我慢ですね、10月の26日に、ライブを多分やることになるかと。インストアとかそうじゃなくて、いやライブハウスで。ライブハウスで。ああ、そうなんだ。じゃあそれは詳しくは、詳しくはもうちょっとしないと、場所とかも詳しくは言えないんですが、でももしかしたらオンエアの時期には分かってて、調べれば出てくるかもしれない。そうだね、なので、皆さんもうインターネット等で調べていただければ必ず分かると思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、それぐらいですか、はい、告知は。そうですね。盛りだくさんでございましたが、はい、いかがでしたでしょうか、はい、覚えられましたか、まあ便利な世の中なので、必ずや調べられるでしょう、はい、はい、てなわけで、ではですね、はい、まあ、最後に、まあ、いろいろ長いことこの業界でお仕事をしてきてですね、まあ、いろんな役もやりましたでしょうし、いろんなお仕事もしたと思います、ね、ウェンディーズから始まり、はい、プロミスもやり、はい、ジャンボパフェに行ってるわけなんでございますけど、そこかよ。これからの、野望、野望、こんな役がやりたい、こんな仕事がしてみたい、うん、こんな声を出してみたい、うん、こいつを潰してやる。独立するぞ。言いませんけどね、マネージャーさんがいるので。まあそれは冗談として何かありますか、うん、具体的に。ぼやっとしてもいいですよ。そうですね、やっぱりですね、はい、もう休ませてっていうくらいバリバリ仕事のできる役者になります。本当にぼやっとしてる。どうだ、ダメか。いやいや、すごくすごくわかる。わかるでしょ、うん、なんかそれはそれに越したことないよね、うん、もうNG にすらここバラせませんか、できませんかねぐらいのなんかね、役者になってだからそれを知りだよ、ね、例えばいい？いいよ、喋って。だからそれが、うん、例えば惰性とかじゃなくて、ちゃんと実力で、うん、やっぱこの人でっていう形で、ね、使いたいってね、うんうん、なんかぐらいの役者に、ちゃんとした役者になりたい。結構業界のど真ん中にいるのに、まるで声優を目指しているような人のような発言をするので、なんか面白いね、曖昧で。なんで？だってまだ全然もうどうしようなのにって感じで。出るんですか。本当ね。じゃあ今後佐賀美月がメディアにバンバン露出する可能性も、まあアルバムとかは大きなきっかけになるような気がしますね。でも買ってもらわないとやっぱりダメなのかもしれない。あ、どうしてもそういう風に落としたいんだね。本当にね、そういう人なんだね、君は。本当にね、うん、てかぼやかさないんだね。なんかぼやかすの好きじゃないんだね。私がやられるためには買え、お前らってことですからね。うん。ね、それは桜井君かもしれないけど、いや、またアルバムとかなんかよかったら、番組の中でペロって言う、ペロってね、あ、多分言わないですよね、だろうね。はい。そんなわけで、そんな人だ、あんた、いかがでしたでしょうか。あ、2回通してね、この番組なんですけど、ね、うん、一応女性声優さんとちょっとデートっぽい感じな風でお送りするっていう割とコンセプトで俺はやっているつもりだったんですけど、今回は何だったのこれ、何だこれ。遊びに行ったんだよね。うん、何だろうこれ。本当に遊びに行った。面白かったんだけどね、うん、普通に遊びに来て普通に飯食って、なんかね、国立科学博物館も面白かったんだけど、うん、あなたの方が面白かったの。なんだよ。いや、それね、それそっくりそのまま返す。あなたは科学では解明できない。いや、そっくりそのまま返す。無理だ。右に同じ。恐竜と同じだ。うん、またいつかスカートで。50回目がですね、モルジブなんで。お、モルジブ行きたい。モルジブじゃあ行きましょうか。うん、じゃあその時は桜井君もスカートで。うん。ね。一応モルジブ自腹なんでよろしくお願いします。いや、もう当然ですよ。
そんな稼げないスケジュールは、フレームワーク JP を抑えますから。はい、というわけで、はい、今回は上野から西賀美月さんを、ゲストにお招きしてお届けしてきました。また次回も必ず見てくださいね。それじゃ、バイバーイ。バイバーイ。キャッツ。